はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、オートフラックスさんの方に来てるんですけどもね、皆さんお待ちかねのこの商品でございます。この商品についてね、いろいろ、お杉さんの方に解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。オートフラックスの杉村です。オートフラックス25周年、記念する新製品リアラダ、社運をかけてます。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、いいものができたんじゃないかなと。で、今日はちょっと、製品の紹介と組み立て方ですね。まあ、この商品の特徴として組み立て式だと、軽量で組み立て式で、送料も込みで3キュッパで売ると、そういう、金額ありきの製品になってますので、じゃあ、組み立てってどうするのっていうのをね、やっぱり気になるところでしょうから、ちょっと簡単に説明差し上げようかなと思ってます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、組み立てをするにあたって、使うもの、六角レンチ、これまあ、ラチェットとかがあれば一番簡単にできるんですが、ない場合はまあ普通 の L 型のね、ラチェットで4と5を用意していただければ、組み立てることができます。あと、まあ、細かいところのプラスドライバーぐらいは用意してくださいね。で、まずですね、特徴ちょっと言いましょうね。こういうふうな、メイン の, 横の棒ですよね、これが両側にこうついて、でこれはアルミのルーフレールと同じような素材というか構造になってます。ちょっと見てもらったら分かるかもしれませんけど、ここに袋構造になってて、中二重になってます。でなんで二重になってるかっていうと、ここら辺 の, こう、この踏み板ですか、で取り付けるためのステを取り付けるがための強度を出すための構造です。はい、で、ここら辺のステあたりはですね、もう組み込んだ状態でお届けしますので、まあ、これをこういうふうにこうネジで留めていただく、ね、それ基本的にそうやって、縦と横組み立てていただければ、簡単につくようになっておりますので、まずですね、これまあ両側のメインのフレームがあるんですけど、これにこの横棒ですね、横棒、これは踏み板ですね、これをこういうふうに、でこの、差し込んだところに付属のネジ、はい、これを止めていただく、はい、まあ、基本はこれです。この作業を、踏み板が4枚ありますので、今表につけましたけど裏もですね、でこの作業を、4本やっていただく、まあ、反対側も 4箇所やっていただくと、リアラダーのメインのフレームの部分ができます。ちょっと話ちょっとはしょって申し訳ないですけど、最後の、一番下、こっちは下になるんですが、こっち側の下側のここの部分だけ、踏み板の構造が、これも説明書書いてますけど、切り欠きが反対向きになってます。これはですね、まあ、取り付けの強度を出すための工夫ですねをしておりますので、ここは説明書に従っていただいて間違いのないように組み立っていただければ、誰でも組み立てることができます。旦那さんが、家にいない間に奥さんが荷物を受け取ったと、でも奥さんでもなんとかなるかなぐらいの、簡単さで組み立てられますので、ぜひよかったら奥さんもチャレンジしてみてください。こういう感じですね、だって簡単。そうね、よくですね、まあ日本の場合は間違いなく、プラスドライバーと普通の、レンチが主流なんですけど、結構海外製品って六角のネジ使うことが多いんですよ。で六角のネジって、まあ、こういうふうな六角レンジを差し込んで使うんですけど、一回差し込んでみたら分かるんですが、ちょっと抵抗感があって奥の方までカチッて入るところまで差し込んで回さないと結構簡単にネジ舐めちゃうんですよ。でそれね、気をつけてくださいね。六角使ったことないからっていうことじゃなくて、やっぱりこうせっかくするんですから、きれいに組み立てたいですから、きちっとネジの奥まで、六角レンチ差し込んでいただいて回すと、これは基本ですね。で同じように表ができましたから裏側も同じようにやりましょう。
よいしょ、ね、このラチェットはねものすごくやっぱり楽ですから、今一家に1個ぐらいラチェット買っていただいた方がいいかな、こういうふうに簡単にできます。バスターズのルーフラックも組み立て式ですけど、うん、基本的には大体似たような、そうですね、同じような組み合い状態で組み立てることができます。それも六角、そうですね、六角ネジを使うことが多いですね。うん、はい、まあ、うちのシリーズ、まあ、買っていただく予定があるんだったらというか、ぜひ買ってほしいんですけど、ぜひラチェット用意していただければいいんじゃないかなと思います。はい、こういうふうに、右と左フレームがつきました。でこれもね、さっき、本当は説明するべきだったんですけど、これはですね、片側こうやって、仮止め、必ず締めてしまわないで仮止めでいきましょう。じゃないと、組んでる途中に若干寸法がずれてたりする、組む時の寸法ですよ、ずれてたりすると、反対側が締めにくくなったりしますので、はい、必ずこうやって仮止めでいきましょう。軽く締めておきますね。全部締めてしまわないで、軽く止めていただいて、ね、こういう感じですね。で、裏返していただいて、裏返していただいて、ネジは全部で20個あります。1つの踏み板に対して4本ですね。だから CC16 で16、あと 4個どうするのか、他のところで使いますからね、慌てないでください。それは全部同じネジが付属してる。そうですね、今ここの本体を組み立てるのはもう全部同じネジ、四角のネジです。 M6 の、六角のネジですね。もう今表側は仮締めですけど、裏側もちゃんと締めていいですよ。でも作業が難しくなくて、うん、組み立て式でなんかこうできていくのを見るの楽しいね。そうね、達成感ありますよ ね出来上がった時とね。まあまあ、ネジ回してるだけかもしれないけどでも形になるのは嬉しい ね、やったんだって、うん、俺が組み立てたんだよね。そうみたいなね。そこはねやっぱり大切です。まあ、なんだろう、こういう作業、うん、得て増えてはあるんでしょうけど、うん、やっぱり出来上がった時、ああよかったよねって、俺作ったらみんな見てよって、見てほしいな、ね、ちゃんとこう進めましょう ね難しい加工ではないですからね、うん、そう穴を開けたりとか、なんかね、型紙当てたりとかする必要もないので、うん、そう、切った貼ったじゃないですから、はいはい、でもう本当のメインのフレームにステイは初めからもついてますから、こうやって差し込んでネジで締めるだけです。次にやることはですね、でこれが、リアゲートのヘリに引っかかるやつ、はい、で、まだこれ貼ってませんけど、右左ちゃんとシール貼って出しますから、ま、間違えることはないです。で、ただその右と左って何か違うのって言ったら、よーく見ていただいたら、ここまっすぐでしょ、こうちょっと斜めなんですよ。これ分かりにくいよね商品説明書にも書いてますし、商品じゃない、組み立て説明書かにも書いてますし、現物合わせてみたら、あ、そういうことでここ斜めなんだなって分かるような構造になってます。で、これがリアラダーの上のエルボですね。エルボ、これもね、ものすごく頑張りました。ちゃんとね、金型か鋳型作って、鋳物で作ってます。でアルミで作ってるので非常に軽いんです。もうこういうのが見た目がごついんだけど軽いというのは、こういう努力の結晶ですね。今ここでここを組み立てるんじゃなくて、このエルボーの部分ですね、右が右、左が左、これ入るとこしか入りませんから、これに、ネジで取り付けてください。
まあ、同じ要領ですね。エルボは側面に1箇所と裏面に1箇所、はい、M6 の六角で止めるようになってます。こういう感じですね、はい、いいですか。ここはもう2つですからすぐ本締めしてもらっていいです。よいしょ、はい、こういう状態ですね、はい。エルボがつきましたら今度はさっき言ったリアゲートのヘリに引っ掛けるやつですね。これをここに組み込んでいきます。これとこれに当てる用の大きなワッシャーですね、当て板を組んでいただいてここで止めてください。でここで重要なのが、ここは締めちゃダメです。ブランブランな状態で、うん、ブランブランな状態です。これで、一応止めとってください。はい、で反対側もやりましょうね。よっしゃ、うん、はい、これで、本体ほとんど完成です。でこれを、車両の方に取り付けていきます。今から、車両の方に行って、取り付ける要点ですね、説明しましょうね。いよいよ車に、リアラダーをつけちゃおう。そうですね、皆さんちょっと一番懸念するところ、ナンバーを外さないということ。ナンバーを取り外してこのステですね、このステを取り付けないといけない。なぜそうしてるのかというと、やっぱりここは一番強度が出やすいんですよね。下の方まで伸ばしてここにステつけちゃうと、正直言って、ここ厚みがプラスチックの部分で厚みがあるんですよね。でそれを始めるうち、なんとかなるんですけど、だんだん上り下りしてるとステのところが変形してきて、リアゲートの開閉に支障が出ちゃうと、そういうのがあります。だからここはもう申し訳ないんですけどナンバー外します。で、ナンバー の外し方ですけど、封印がついてますよね。でこの封印を取るとき、どうやって取るんだって言われますけど、これも壊すしかないんですよ。で、ドライバーを当てていただいてドンと潰して外します。はい、ナンバー外れました。でナンバー外して、このステをつけるんですが、その前に既存のここにあるネジですね、これを外してください。ナンバーがついてるところの下側にタッピングビスでついてますので、これをまず外してください。はい、そして、この取り付けのステですね、取り付けのステをここに当てがいます。はい、当てがっていただいて、これ付属のネジは少し長いやつ入れてますので、付属のちょっと長いネジを、つけてください。これはもうしっかりねじ込んでもらって構いません。しっかりつけてくださいね。で、今ナンバー外してステーを仮固定するとこまで行きました。はい、次ですね、組み上がった本体。さっきちょっと説明したように、ここはブラブラの状態で、持ってきました。でこのブラブラの状態で持ってきたものをここにこうつけるんですね。でごめんなさい、ここのですね、裏側にスポンジ当てゴムだとか、プロテクションフィルムあるっていうのは説明書に書いてますので、組み立てるときに貼ってください。で出来上がったものをここに引っ掛ける。ちゃんとね、引っ掛かるようにできてます。こういう感じね、わかりますかね、ちゃんと引っ掛かるように。はい、で下側はここのステで、この2つのボルトでここを固定します。とりあえず仮固定ですね。はい、ちゃんとワッシャー入れていただいて仮固定しましょう。仮にここはボルト差し込みましたら、これ、さっき 4番の六角でやってましたけど、ここ5番ですね。ここだけ5番なのでちょっと大きいの使ってます。これ締め込んでいきます。そうですね、はい、反対側も。しっかり締めてくださいね。はい、でこれで、ほぼ固定は終わりです。
それから、この状態ではですね、少しテンションが弱いので、さっきブランブランにしてたここのネジですね、こう最終的にここを締めて、引っ張ってテンションをかけて固定するという、そういう作りになってます。このままここに登ってここを引っ張るわけいかないので、ちょっと高い台持ってきて作業しましょう。はい、脚立持ってきましたけど、ご家庭にあるちょっとした踏み台みたいなので、台所にある踏み台ですか、そんなんで用が足りると思います。でこの上側のテンションをかけるネジは4番で締めていくようになります。ちょっと待ってね、これをしっかり最後まで締め込んでください。はい、反対側も締めます。はい、しっかり締まりました。で、この位置の合わせ方とかはですね、説明書にも書いてますし、結局中心位置がずれてなければ何ら問題はありませんので、これで、しっかりラダーが固定されたことを確認していただいて、まああれだったらちょっと登って確認していただければいいんじゃないかなと思います。はい、全然問題なくついてます。で、さっき言ったように、ここの、部分が斜めになっているのは、この部分が、R がついてますよね。R がついてるとかで、まっすぐじゃないので、ここの面で合わせてしまうと、こっち側の方は少し斜めじゃないとダメです。ただ、安いラダーというか、他社さんのもので、一部ですよ、あります。ここ、完全にまっすぐ作っちゃってるんで、ここ浮いちゃってるんですよね。で、浮いちゃってると、ここの片側だけで、支えてることになるので、ラダー外した後にここがベコベコになってたりします。もしくは、強度不足、そうならないように設計しております。で、最後ナンバーをしっかり取り付けてくださいね。最終的にこのナンバーのネジまでをで、強度を出してますので、計算してますので、ここ のネジは重要です。ちょっとカッコつけてね、六角の洒落たやつつけてるんで、はい、破れた封印の修復の仕方というかは、説明書の方にまだ説明しておりますので、よかったらそっちも見てください。はい、でこれで、ラダー取り付け完成です。スムーズにいけば30分から1時間かからないな、取り付けができると思います。で、ラダーの特徴、何遍か、そうですね、動画でも話してますし、先ほどちょっと組み立てる時もいろいろ話したところはあるんですけど、実際に取り付けて、気になるのは電動パワーゲート付き車にちゃんと取り付けができるのか使えるのかって話ですよね。だからちょっとこれを開けてみましょうね。はい、今ずっとモーターで開いてます。だいたいここら辺からガス圧で上がるような仕組みになってますからね。で、最後上がりきってしまうちょっと手前、ダンパーが効いてずっと今上がって、少しずつですけど上がってるんですけど、結局重すぎるとここの部分が上がりきらないですね。だから他社さんが、電動パワーゲート車ダメって書いてるのはそこだと思います。そうですね、一定の環境、例えばめっちゃ寒いところとかになると、どうしてもここのダンパー圧っていうのは弱くなるので、例えばもう北海道でめっちゃ寒いんだと、そういう環境では、最後の最後まで開き切るかどうかっていうのはちょっとごめんなさい、ここの九州では確認ができないと、そうですね、今季また冬もう私の方も確認してみようとは思いますけど、今の状態で通常仕様では全然何ら問題ないということが言えます。じゃあ締めてみましょうね。閉まるのも何ら問題ないですね。よくね、質問されるんですけど、なんでここシルバーなんだと。ほう、うん、よく言われます。そうですね、私はね、ちょっとね、ジェントルな感じがしてすごくいいんじゃないかな。黒ばっかりのラダー、あとステンバフみたいなラダー、それとちょっと一線を隠す形でアルミでできてるよっていうのがはっきり分かるし、でここを黒に塗らなかった理由はね、もう一つあるんですけど、ここやっぱり
登るためのものですから、ここを黒にしちゃうとですね、どうしても塗装が剥げちゃうんですよね。パウダーコートをかなり強固なやつ、使って塗ってもらってるんですけど、どうしてもここの部分はアルマイトの方が強度的には、耐候的にはいいと、踏んでも剥げにくいというんで、してます。例えば、アルマイト実際剥げてしまっても元がアルミですからあまり目立たないと、車が汚く見えないと、そういうつもりでここをこうしてます。どうしてもここ黒が欲しいという方は、自分で塗ってください。で、塗ってしまったらもうすぐもう当たり前のように剥げますから、ここの踏むところに、スケボー の滑り止めの、シートありますよね、穴張って、アレンジしていただければいいんじゃないかなと思います。素材としても値段も安く抑えてますので、カスタマイズの自分のカスタマイズの素材として使っていただくのもいいんじゃないかなと思っております。で、自分でアレンジしていただくとね、非常にね、やっぱり愛着が湧くんじゃないか、そう思っております。はい、ね、組み立て簡単ですもんね。ですね、はい、そのように作ってます。はい、っていうところでね、このね、動画を見て皆さん組み立ててバスターズついてるとやっぱりリアラダー欲しいんで、そうですね、ね、はい、今回デモカーの方にはね、ルーフテントついてますけども、こういうような形で、いろいろ、屋根をね活用していただければと思いますんでね、ぜひリアラダーの方ね、ホームページとかね、フェイスブックとかいろいろそこら辺でまた販売の告知はするんで、そうです ね, ね, はい、ね、ぜひ皆さん、はい、買ってください。買ってください。はい、いっぱい荷物積んでくださいね。いっぱい荷物積んで、キャンプ楽しみましょう。そうですね。はい。はい、っていうところでね、今回は、新製品のリアラダーの、組み立て方ですね。そうですね。はい、皆さんにご紹介いたしました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。